ではですね、はい、早速なんですが、レミさん、AI 平野レミロイドのお披露目に移りたいと思います。どんなロボットになっているのか、皆さんお楽しみになさってください。それではレミさん、アンベルをお願いします。どうぞ。はい。出た出た、まあ、こうですよ、こうですよ、こうですよ。皆さん、そしてレミさん、こんにちは。こんにちは。私が AI 平野レミロイドです。クラフトフレッシュモッツァレラブランドの栄養として貢献していきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、とってもそっくりな横顔、なんかそっくりね。そっくりです ね、そっくりね、はい、ありがとうございます。すごい世の中ですね。しかしね、さあレミさん、お近くで見てみていかがですか。横顔そっくり、でもね、シワがない、こっちの人。レミさんもツヤツヤです。そんなことないですよ、そっくりです。もう全然シワがないのね、こうだったらいいね。本当昔はこうだったんですけどね。ちょっとお隣並んでいただきましょうか。こうね、こうね、はい、こうね、こう、こう、あ、はい、そっくりです。髪の毛の様子も似せていらっしゃいますよ ね、しっかり、ね、おかしいね、おかしいです、本当に本当におかしい。さっき少しお話もされてましたけど、喋ったレミロイド、レミさんいかがでしたか。あの、ね、ちょっと地方が入ってましたね。ちょっとなまってたっていう感じですか。ちょっとなまってた。なまってました。そうそう、ちょっとだけね。でもそっくりですよ、声なんか。そっくり。よかったです。でもね、この時ね、あの、いっぱいね、なんかさ、私ね、いろんなね、あの、なんだろうな、世の中のいろんなことをね、喋るね、文章があるの。はい、それをね、あの、1000個ぐらいね、私ね、喋るって言って、いっぱい喋らせた。はい、で、その時私ね、ちょうどね、声が枯れてたのね。でその声の枯れてたまんま、はい、あのなんかこういう再現したからね、ちょっと私のね声がね、ドスが効いてると思う。私の声の方がね、こっちの声の方がね、綺麗な声だと思いますけどね。皆さんもお気づきかと思いますが、こちらの AI 平野レミロイドは見た目が平野レミさんそっくりなだけでなく、チャット GPT を利用しながら平野レミさんの声でコミュニケーションを取りながら営業商談ができるんです。では準備整ったようでございますので、実際に商談シーンデモンストレーションとして披露していただきたいと思います。それではお願いいたします。森永乳業の北村と申します。本日はよろしくお願いします。そしてこちら営業アシスタントの AI 平野レミロイドになります。レミロイドさん、ご挨拶をお願いします。澤原さん、本日は貴重な時間をいただきありがとうございます。私は AI 平野レミロイドです。レミロイドさん、クラフトバジルフレッシュモッツァレラの紹介をお願いします。ナンバーワンブランドクラフトフレッシュモッツァレラブランド新商品となります。食べきり8個入りで、開けてそのまますぐに食べられるおつまみチーズです。モッツァレラチーズのみずみずしさとバジルのフレッシュ感を最後までお楽しみいただけます。本日は AI 平野レミロイドと初対面ということなんですけれども、改めてご覧になっていかがでしたか。対面されて気味ありですよ、気味ありですよ。だって私がいるんですもん、ここに。でもこれ喋んないからまだいいんですけども、喋りだしたら本当に私はもうこの世の中からね、もうちょっともういらなくなっちゃうと思って。おしとやかなレミさんという感じなんですけども、そうですね、性格の違うレミさんを見て、あの無口ですよね、無口、とっても無口でもこれから改良されてどん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 喋り出すらしいですけどね。もう私もしかしたらこれが太刀打ちできなくなるかもしれませんね。でもそうなるとこう CM の立ち位置取られちゃうかもしれない。私そうだからね、今これからのさ芸能人はね怖がってると思う。みんな全部さ、この人がや、こういう人たちがアンドロイドをやっちゃってさ、本物の人間がねいらなくなっちゃって、出演料が高いからって言ってね、多分ねもう全部ねこれからねキャンセルになって人形になっちゃうと思う。私そんな世の中になっちゃうのかしらね、どうなんでしょうね。